茨城市いちごの海ライバー中見寺です。今日はですね、タイトルにあるように、このビニールハウスの、獣害対策っていうのをやっていきたいんですが、朝収穫するときにおそらくイタチとか、アライグマとかハクビシンみたいな、小動物が先の方だけかじって、でそれがこう下に落としてね、こう逃げ去っているというような状況が見られて、で、ハウスの周りをこう調べていると、穴を掘ったような跡や、侵入したようなこう形跡がですね、見られましたので、どうやらそこからこう入っているのかなと。で、穴をこう埋め直したりとか、しているんですけども、そこがもともと掘られてて、で、埋め直していても、土が柔らかくなっているので、またこうそこから、掘り返されたりとか、そういったことが、こう繰り返し行われていて、でなかなかそういった、獣害の被害が収まらないので、何らか対策を取っていかないといけないんですけど、動物っていうのはこう一度、美味しい食べ物のある場所をこう知ってしまうと、そこにこう何度もこう通うようになっていって、でなかなかその、簡単な対策ではこう獣害の被害が収まらないと。で一番効果的なのが連作ですね。要はこう動物に痛い目に合わせてあそこに行ってしまうと、危ないと、思わせないとですね、なかなかそういう被害が収まらないということなんですが、その連作をするにしても電線とかそういう、本体の、機械ですね、そういったもので、一旦あたり10万円ぐらい費用がかかってしまうと。で、そこまでちょっとコストもかけれないので、まずは一旦、違う方法で、対策してみて、様子を見ていこうかなというふうに今日は考えております。電線とか、以外でもこう罠を仕掛けたりっていうのもあるんですが、その罠を仕掛けて、要は生け捕りにして処分するというようなことを行うときに、市町村によって、それぞれその動物をこう処分していい動物が決まっているというか、例えばアライグマだったらダメだけどイタチだったらいいよとか、そういったことがあって、で、自分自身も例えば朝こう来た時に罠に引っかかってる動物が、いて、で、それを、自分でちょっとこう殺処分ですね、するっていうのはなかなか、こう心苦しいと。単にしたくないということだけなんですけど、そういったことを、しにくいししたくないので、違う方法で、やっていこうというふうに思うんですが、でそこで、しようと思っているのがこういった機器材をですね、使っていくというように思っております。自分もね初めて使うのでよくわからないんですが、で要はこの動物がその粉にこう嫌いな匂いとか成分が入っていて、ちょっと近づけなくするような薬剤らしいです。はい、これでなんか安くなってたんで2キロ入りで1500円ぐらいの値段でした。必ず手袋を使用してくださいって書いてる、赤字で書いてますね。直接触れるとヤバいっぽいやつらしいんですけど、手袋してね、おそらくそこからこう出入りしてるであろう場所のこう穴のところにね、しっかり巻いていって、でその穴も穴というか、出入りしてるところも今までその埋め直してたところをですね、なんか板か何かで、柵みたいなことで設置して、そこからもう入れないようにしていきたいなというように思います。未来花、ハウス内ね、こういうイチゴが先の方こうやって食われて、下にイチゴがこう落ちているとこんな感じですね。はいはい、こういったところも昔暗渠掘ってで砂利で敷き詰めてたところが、だんだん雨とかで砂利も外に出ていって隙間が空いてしまっていると。これもこの下ちょっと穴が開いているような感じで、しっかり
を締めないとダメなのかなっていう感じですね。まあ、ちょっとそれで、こういったところ、波板と巻き材巻いて、様子見ていこうと思います。はい、今こんな感じで、この波板をこう打ち込んでね、下もこういうちょっとブロックを置いて、これがねこう動かないようにするのと、まあ、下からもこう入ってこれないように、するためにこういうブロックを置きました。とりあえず今穴の開いてるところは、まあ、応急処置というか、獣害対策として、こういった方法でやりました。いや結構ガチムチのガチで、あの隙間埋めたんで、まあこれで入ってこれないと思うんですけど、でこれプラス忌避剤ですね、巻いてみてちょっと様子見ていこうかなと思います。はい、でこれですね、うわ中こんなんなんや、あーなるほど、これ動物っていうか、まあ、人間もなんかね、あーセイロガンの10倍ぐらい、絶対この匂いは動画で伝わらないと思うんですけど、中がこんな感じですね。あるかな、これ黒い砂みたいな感じで、これをじゃあちょっと巻いていこうかなと思います。うわあ、臭い。なんかこれ雨にも強いやつらしくて、効果はだいたい2ヶ月ぐらいあるそうです。で、1立方メートルあたりに100グラム巻くっていう風に書いてるんで、だいたいこの辺をこの1キロ全部ですね、この辺巻くのに使っていこうかなと思います。はい、一旦1キロ巻き終わることができました。全部で内容量2キロあったので、1キロ巻いてみて、で、まあ、効果がちょっと薄ければもう1キロ巻くというようなことでやっていきたいなというふうに思います。で、まあ、その波板で、まあ、物理的にこう侵入口を防ぐっていうやり方と、まあ、プラスそのね、忌避剤っていうものを使って、まあ、獣害対策をするっていうことをやったんですけど、この動画をまあ撮ってから編集してアップするまで、まあ、期間があると思うので、概要欄の方に
その機器材巻いて、まあ、どうなったかっていう、まあ、結果をですね、載せさせていただこうと思いますので、よかったら、気になる方はですね、ご覧いただければなと思います。でこれでもしまだそのイチゴが食べられるというような状況が、まあ、続けばですね、もう連作とかで、まあ、対策していくしかないと思うので、まあ、できればそういったことがないようにはしていきたいんですけど、まあ、これから経過を見ていきたいなというように思います。はい、では今日はこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ミライバの中村でした。ありがとうございました。